オキツは日本海軍の砲艦。本館の前身はイタリア海軍の厚いお不布艦、レパントで、本館はこれを接種したものである。艦名は都市継承名で、現在の静岡県静岡市清水区に継承地、オキツがある。イタリア海軍不設艦、レパント、レパントはアンコナのコンティエリー海軍工廠で建造され、1927年5月22日に、 浸水している。1933年に上海に到着後は、砲艦として使用された。イタリアの降伏に伴い、1943年9月9日に上海で自陳した。1943年11月8日に日本海軍が付与し、1944年3月1日に日本海軍の軍艦席に編入されて、沖津と命名された。砲艦に類別。 サセボチンじゅで、しな方面艦隊上海根拠地帯に所属、江南造船所で、偽装改装や、修理工事が行われた。改装工事では、艦上の構造物は一度撤去されて新たに作られた、ものに置き換えられた。環境が縮小され、その前方に 25mm 基重台を、設置、全小を三脚小になる、など改造された。5月4日、 工事完了後の速力講美の際に、沖津と、衛船、高丸との衝突事故が発生し、高丸は沈没した。一方、沖津の損傷は警備であった。5月14日、上海を出港し単独訓練。21日、上海期。5月25日、上海を出港し、紹介任務。30日、上海期。6月5日、上海出港し、船団護衛任務。9日、キール期。 12日キールの発、14日上海に帰着した。6月15日より江南造船所で改造修理を行った。6月24日上海を出港し船団護衛に以降、沖津は上海台湾間で船団護衛に従事した。10月2日、佐世保入港、佐世保海軍交渉で93式水中探信儀が装備された。また、 艦長が猛長炎で入院となり、代理が置かれることとなった。10月1日、軍艦から除かれ艦艇の奉還に類別が変更された。10月9日、佐世保を出港し、仙台護衛。13日、上海行き、その後は中国沿岸で仙台護衛に従事した。12月18日に、修理のため江南造船所で入居。翌日爆撃を受け、沖津には被害はなかったというが、 選挙に被害があり、おきつは、幼児裏工場に移動、そこで、電波探知機が装備された。1945年2月に、肘岡少佐が艦長となったが、肘岡の鹿児島弁には、通訳が必要であったという。おきつは、引上げ車を乗せたも705戦団を上海から、護衛して4月27日に、佐世保到着、佐世保海軍交渉第3選挙に入居し、 22号電炭と13号電炭が装備された。5月3日、出去、11日出港し信用隊員を輸送、15日賃貸置き、17日賃貸を発、18日、上海機、5月21日上海を出港し船団護衛、22日、賃貸置き、27日賃貸を発、29日上海に到着した。 5月31日上げ樹裏戦挙岩壁に横付け、修理を行った。6月5日上海を出港して、以後戦護衛を行った。7月17日、沖津は上海での対空戦闘で B-25 を1機と P-51 を3機撃墜したという。沖津は上海で終戦を迎えた。中華民国巡ら館、南へその後に中華民国に接収され、 国府海軍の皆、姉となった。1945年9月30日、沖津は除籍、当時の混乱から除籍が遅れ、約半月間は日本艦籍にありながら国府管理下にあるという矛盾が生じた。皆、姉は1950年6月に米軍式装備都市、3インチ砲3門、4 0ト、mm、ル機関砲2門、2 0ト、mm、ル機関砲4門となった。 1956年除籍、1944年10月1日以降は、法官庁、伊達久市、法官行動年表をきす写真日本の軍艦第9艦、P221 によると4月25日佐世保機、27日入居、ありがとうございます。